大尺橋。大尺橋は、中国山地に位置する広島県北東部の小原市、及び、人石郡人石高原町にまたがる、全長1 8トルの峡谷。国の名称、1923年に指定されており、ばどうも大尺国定公園の主要継承地。日本百景の一つ、三段橋と共に、広島県を代表する継承地として知られ、 国内有数の峡谷でもある。地元では日本語大峡と歌っているが他の四つは不確定。新竜湖古城には遊覧船が就航し、大尺川ダム付近まで遊覧する。単章歩道と呼ばれる遊歩道も整備されており、いくつかの橋を渡りながら風景を楽しめる。宿り基礎岩陰遺跡を中心に縄文時代から鎌倉時代の遺物も出土しており、 新竜湖ほとりに歴史民族資料館として展示している。観光ホテルや休暇村など宿泊、観光施設も充実している。毎年4月には大赦京湖水開きが新竜湖で開かれ、古城でのくすだまわり等が行われ、秋には紅葉祭りが開催される。新竜湖は春の新緑、秋の紅葉が素晴らしい見応えで、秋になるともみじ狩りの名称となる。 水鳥も飛来し、人造湖とは思えない佇まいを見せる。石灰岩大地が深く侵食されて形成されたカルスト地形が広がり、深度は200から300メートル。特に石灰岩が養殖されてできた天然橋、遊橋、御橋は、道橋国際大のハイライト。他に、白雲道などの小乳道も見られる。上定石の駐車場から、 新竜湖まで1974年に全長6キロメートルの遊歩道が整備され自転車で新竜湖まで観光することができたが落石のために1996年より目すばし、総面滝の手前から1 7キロメートルの区間が通行止めになった。2000年に通行を止め区間の山岳回路が完成したが、急峻な歩道なので自転車での通行はできない。 おバ橋は河川の水が長年にわたって石灰岩を侵食することによって形成された天然橋であり、大石橋の名称指定とは別に独自で天然記念物の指定を受けている。日本百名橋の一つ。町は特別天然記念物への格上げの運動を行っている。おバ橋から三百メートルほど下流に向かうという歩道の直下に断魚系がある。 大石川が気力業海岸の地層を侵食し、大石橋の中でも最も急流をなし魚が遡上できないという意味で断魚と呼ばれる。この気力業海岸は石炭機に海底火山が噴火し、その噴出物が堆積したもので、産後、海百合の化石が見られ、大石橋付近では最も古い地層である。鬼の唐門は高さ約8メートルの天然橋で、 古い小乳洞が崩落して、入り口だけが残ったものと考えられている。門の上の方に、鬼の窓と呼ばれる4メートルほどの穴が開いている。鬼の供養洞は、恩陽に奇の供養洞と言われる、約10メートルの石柱である。おすばしのやや上流にある小乳洞。遊歩道より少し上った段階に、入口があり、200メートルほどが観光化されている。 最も広い部分は高さ20メートル幅5メートルの空間がある。内部は平坦で温度も11度前後に保たれている。駐車場より遊歩道沿いに徒歩5分程度。下、大石の神石高原町長野にある小乳洞で戦後はほとんど忘れ去られていた洞窟。1993年に地元の有志によって再発見され整備された。 入り口は50センチメートル足らずであるが、奥行きは長い。人の手が入っていないので、水流模様のフローストーン、つららいし、石順といった造形が豊富に残されている。入り口から740メートルまでが確認されている。途中道内で30メートルのはしごを登るなどの難コースであり、小学生3年生以下は、見学不可。見学希望者は、交流施設、長野村までに、 事前連絡が必要で、ガイド付きの見学となる。かつて鬼が住んでいたとされる、小入道。入り口は2メートル程度だが奥には、直径20メートル、高さ30メートルの空間がある。照明は、未整備であり、洞窟までの道も荒れている。大尺川ダムは、大尺橋の峡谷中央部に建設された、発電専用ダムである。 人造湖である新流湖の名称の方が有名である。日本では最も早い時期に建設されたコンクリートダムで1924年、大正13年に完成している。当時は日本で最も高い園庭を持つダムであった。2006年、平成18年にダム再開発事業が行われ、リニューアルした。1万千キロワットの水力発電を行う発電用ダムである。 ダム及び新竜湖は、峡谷のほぼ中央に位置し、ヒバ道後大社国定公園の第一種特別地域に指定されている。新竜湖に係かる新竜京と桜橋は、国の登録有形文化財。新竜湖の遊覧船は1934年3月24日に、沈没する惨事が発生した。これは、ヒバ軍伝森村、現、小原市東上町を慌た、 同志登場長、竹森の淡田尋常小学校と淡田尋常高等小学校の卒業遠足の一行四十二名が優先に乗船したところ、船が沈没し、児童十二名と引卒教諭二名が犠牲になった。犠牲になった引卒教諭のうち一名は、我が子も乗船していたが、他の児童を優先して救助した後、最後は力尽き親子とも亡くなったという。 現在桜橋のたもとに慰霊碑が混流されている。大杓橋はかつて、おす橋や新流湖遊覧船を目当てに集まる観光客で賑わった。大手観光会社のバスツアーなども盛んであったが、1996年落石が頻発するために遊歩道を閉鎖したところ、旅行会社のツアー企画からも外され、2008年の 遊覧船乗船者は3万5千人とピークだった1995年の半分以下に減少した。広島県が2007年に実施したアンケートでは、リピーターの観光客は28%に止まっていた。観光地としての魅力アップのためにおすばしのライトアップを2003年に実施したところ、広島県が自然公園法違反として、翌年以降のライトアップを差し止めた。一時途絶えていた。 公用祭りを復活させるなど新しい試みも行われている。遊歩道は通行禁止の 1.7km の区間をバイパスする、迂回路 2.5km が開通したが高低差 150m の急峻な坂があり、眺望も良くない。通行禁止区間の全面開通は多額の費用が必要で予算の目処が立たない状態である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。